若狭地域最大級の夏祭り高浜七年祭りが23日始まり、各区の若衆らが芸能を奉納し、繰り出した3基の神輿が街中をにぎやかに練り歩きました。初日の23日には高浜地区を3つの地域に分けた中野山、西山、東山の男衆らが佐吉神社の境内でにぎやかに太鼓を打ち鳴らし、祭りの始まりを告げました。午前8時半、今年6のお田植え神事の奉納が行われ、クワなどを持った若衆や早乙女役の子どもたちが歌と所作で田植えの様子を演じました。続いて各区ごとに立ち振りや神楽などの芸能が奉納され、訪れた観衆を魅了しました。このうち立ち振りの男衆や子どもたちは半年ほど前から稽古に励んできたということで、刀や薙刀、それに傘などを巧みに使いながら勇壮で息の合った演技を披露していました。福井県の無形民俗文化財に指定されている高浜七年祭りは、巳年と寅年を祭り年として6年に一度行われる佐吉神社の式年大祭で、450年以上の歴史を持つ若狭地域最大級の夏祭りです。祭りではこのあと中野山、西山、東山の順に3基の神輿が境内を練り歩き、街中へと繰り出しました。境内には大勢の観衆が詰めかけ、勇ましく神輿を担ぎ上げる男衆らに大きな歓声や拍手を送っていました。迫力がありますね。若さがあるのかな。ものすごい熱気を感じました。6年に一度の祭りだったので、迫力があってよかったです。みんなそれぞれに今までの練習をやってきて、ほんまにここでお宮さんで本番ということで出し切ってもらったんじゃないかなと思います。高浜七年祭りは29日土曜日までの1週間にわたって行われ、期間中は神輿や曳山の巡行をはじめ、多彩な芸能が町内各所で披露されにぎわいます。最終日には鳥居浜で3基の神輿による足洗いの儀が行われます。皆さんに今気合入ってるなとか、そういう思ってもらえるような素晴らしい太鼓を見せていきたいなと思ってます。
まあ、元気よく、巡行できればなっていう気持ちと、まあまあ、怪我なく、まあ、足洗いを、まあ、いけるように頑張っていきたいなとは思うくらいですかね。